はい、皆さんこんにちは、元気なおじです。さあ今回はね、ノブサウンドさんのアンプ紹介したいと思います。今年ファイナルかな、これでどうだろうね。今回はノブサウンド NS14G になります。 2.1 ちゃんのパワーアンプになりますね。はい、今回はね、オープンボックスの動画になります。さあどんなアンプなんだろう。テロリーン。はい、こんなアンプなんだね。ちょっとね、ズームインしてるのがね、ね、こんな感じだね。この赤いやつが RCA-BT オフってなってるから、まあ、RCA 接続と、これ、Bluetooth ね、Bluetooth があるんだね、これね、アンテナがあるからね。これの切り替えで、オフってのがあります。で、サブウーファーのボリュームと、なんだろう。FR イコライザー、なんだろう、ね、ここになんかある。で、低音、高音、バス、トレブルがあって、バランスがある。おお、バランスがある。これどうだ、あの左にやると右側がちっちゃくなる従来の昔ながらのアンプのバランスなのかな。へえ、これを取り入れたんだ。元気なおじまいパワーアンプの時に右と左が独立してそれぞれこう音を上げるんだけど、そのアンプがすごい気に入ってて、で日本のアンプはボリューム1個で左側にすると右側が小さくなるんだよっつってね、あのシェイアンプなんだよってちょっとお話ししてたんだけど、いやこれを1個にしたんだね。へえ、あっていうか、あの前の話はバランスだったからね、あのバランスってこのバランスじゃなくてバランス接続のバランスだったんで、ね、まあ、これはそうじゃないから、これバランス何言ってるか分かんないね。はい、でこれあのボリュームがあります。はい、まあ、イメージ的にはこんな感じで、あ、ドックオーディオの9990円だか、1万円のドックオーディオのこのスピーカーの上に乗ってるんで、あ、これと相性がいいんだ。じゃあこれ引っ張り出してこようか。じゃあね、これでやろう。で、あと、まあ、なんか、スピーカー1個、ウハガリにすればいいよね。結局ね。これでやってみよう。このスピーカーね、あれなんだよね。パソコンの横に置くのにすごい特化してて、聞こえる位置が、もう、ここの位置ってベストポジションがね、決まるんだよ。で、そこからずれると、本当その位置がね、外れるっていう。結構ね、ピンポイントで、ああ、ここってこう、聞こえるスピーカーなんですよ。実はね、すごい。ね、さあ、じゃあ、これおまけ確か4オームだと思ったのでね、まあ、パワーを生かしきれると思います。じゃあ、これでやろう。下から持ってこよう。いつもだったらね、このでっかいやつ、フォーベイのやつ使うんだけど、せっかくこれになってるんで、ね。はい、で2系統のオーディオ入力ということで、今言ったように RCA と Bluetooth 5.0 の2入力になります。はい、でクラシックチップの 2.1 チャーシステムってことで、50W×2 プラスウーハンが 100W ということです。4も使えばね。はい、でデザインが素晴らしいな。あんなこといいな、できるといいな、素晴らしいな、みたいなね、そんな感じだね。はい、で魅力的な外観、うん、ね、素晴らしいな。はい、であとはここバランスではね、ボリュームがあって、これなんだろう、これサブウーファーボリューム KNOB、 こっちはサブウーファーフレクエッキーコンキャンドルね。なんだろうなんだろうよくわかんないけどね。はい、で、後ろがこんな感じですね。バナナプラグ対応で、スピーカーつけるところがここで、ラインアウトがありますね。ラインアウトね、ラインアウトがあるので、これはあれなんだね。でもアンプに接続できるよって書いてあるけど、ダブルアンプね、パワーアンプだもんね。パワーアンプからアンプ入れるので、あとアクティブスピーカーに接続することができます。
ね。で、あ、アクティブサブウーファーにも対応してるんで、元気なおじいね、あれなんで、あの、アクティブサブウーファー、でも RCA シルクなんだよな。変換は無理か。変換持ってないな。うん、ね。あの、RCA のピンジャックから 3.5 ミリに変換のやつがあれば、これにつけることができるけど、ちょっとそれ持ってないんで、ね。で、インプット、これ入力だね。入力が R と L があるので、ここから入力することができます。ね、はい。で、梱包は、本体、電源、アンテナ。ね、で、奥行きが125ミリ、横が133ミリ、高さは36ミリということです。で、オーディオ入力、出力、まあ、ここら辺も説明したよね。サブウーファー2オームから、2オームなんてあるんだ。知らなかった。468だと思ったよ。あの、2オームなんてあるんだね。すごいね。あと、まあ、重要なところは、あ、本当になんか40から120ヘルツ。ね。低音カットオフ周波数だって。へぇ。で、入力感度が20ヘルツから20キロヘルツですよってことなんでね。ここが40あれば入る状態用だけども。ね、そこは対応してないよってことなんだね。はい。で、電圧は15から24ボルトってことなんで、まあ、12ボルトには足んないよってことだからね。15から24だったら多分24ボルトの電源がついてるのかな多分、ね。はい。そんなわけで、ね、じゃあ、後ろでオープンボックス行きましょう。ちょっとスピーカーも持ってこないと。はい。それじゃあ準備ができたので、実際にね、ちょっと音を聞いてみましょう。それで今回のスピーカーは、ノブサウンドさんのこの商品ページにあったスピーカー、同じのがあるんでね、これを使います。ドックオーディオの S5 です。で、これは4オームです、これね。で、15から80ワット対応のスピーカーになります。で、このスピーカーね、本当あの、独特なんだよね。面白いんだよ、これね。あの、3点足でね、ここからボコ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 ね、なります。これ結構ね、おじ気に入ってるんだけど、ね。ただ本当にね、その、音の、ピサッと来る場所が、もう例えば、ね、ここってこう、ピンポイントですごく決まるので、これね、あの、ここが、そうだって決まったら、ここからずれると、ちょっと音のバランス崩れるんでね。本当にね、面白いスピーカーです。これはね。はい。まあ一応商品ページにあった状態のスピーカープラス、ソニーの SSF6000。これをウーファー側につけてます。で、今、ウーファーはね、ここ絞ってます。これ絞ってます。で、これが低音と高音でバランス。これがボリューム。で、この C100 ね、この C100、ここのね、メモリ、ここね、ちょっとピントが、楽天ハンドピントはダメだ。来た。ここにメモリがあって、ここにノスタルジャーが入ってます。で、RCA 出力でこの入力に従っています。ね。まあちょっと、ピントがね、ピントがもう限界だよね。このスタイルでね。はい。じゃあ、この状態で、よいしょ。皆さんにね、音を聞いていただこうかなと思います。よいしょ。ちょっと待ってね。映るのがね、ちょっともうちょっと広角になんないと。まあ、レンズのこの、広角フィルターつけてもいいけどね。魚眼のね。ちょっとこう、見栄えが、あれなんだけど、いい？こんな感じで。ね。そして、これはね、リモコンがあるので、でね、どうやって再生しようか。ちょっと待ってね。電源入れて、で、モードセレクト SD のルートになってて、ボリューム調整、ボリュームはこれ32な、これどうするんだったかな。ボリューム、これか。これが今ボリュームで、32段階あるうちの、まあ、半分、20くらいまでにしておきます。20くらいにしておきます。一応ね。
ちゃんと取れてるかな。今20ぐらいの収録にしています。で、今低音高音は真ん中、バランスも真ん中で、ウーハーは今オフオフっていうか一番絞ってあります。この状態でね、ちょっと音出ししていきます。再生はこれか、あ、ちょっと待って、電源、RCA にして電源をオンにして、で、ちょっと、あ、ちょっと見てみた。じゃあ最初から、あ、こっちが音出てない。今度高音側行きます。結構低音高音の幅が広いんで結構十分だと思うんだけどね、ちょっとウーハーを上げていきたいと思います。
バランス的にはこれぐらいじゃないかなと思うんだけど、やっぱウーハーが入るとあのこっち側の低音のコントロールこっち側で鳴ってるのプラス、やっぱでっかいのがボンボン鳴ってるとやっぱ音全然違うよねこれね、うん、でね、やっぱりあの結構クリアでいい音が出るアンプだなっていうのは、まあ、結構わかりました、ね、でもう一個検証したいと思います。でもう一個の検証は何かっていうと、今、商品ページにあったこのね S5 プラスウーハーで聞いてみたけど、じゃあこれを通常いつもみたいに、じゃあ、SSF6000 の2チャンネルだけで使った場合は、じゃあどんな音になるんだろう、このウーハーなしの場合で2チャンネルだったらどうなんだろうっていう、ちょっとどうしても興味があるので、ちょっとこの次にちょっと再生してみたいと思います。で音も別のやつ用意するね、うん、ちょっと待っててね。はい、それじゃあね、今準備できたので、今度2チャンネルでちょっとやってみたいと思います。メディアをセットして、ちょっと待ってね、メディアを後ろにセットして、場所が分かりにくい。いいよ。よし。これでいいのかな。これで、電源をオンにして、で、ストレージスキャンしてるかな。あ、OK かな。で、これで多分音が出ると思うので、ウーハーの方は、接続してないので音を全部絞ります。低音高音フラットの状態、バランスもフラットの状態で音をじゃあね確認したいと思います。さあ2チャンネルでどんな音かな。お、最初のスタジオからだな。ん、
ね、これね、2チャンネルで使っても、まあ、スピーカーによると思うんだけど、低音めちゃめちゃ出るね、これね。だ本当にね、その、ウーハーがあまり出ないメインのスピーカープラス、シャブーハーだったら、まあ、いいと思うんだけど、こういうスピーカーだと、いらないね、ウーハーがね、本当。で、低音と高音の幅も結構広いんで、好みの音に調整できるんで、結構いいよね、これ、音いいね。うん。じゃあちょっと、別の曲ちょっと流してみるね。どうでしょうか、ね、いや、これで面白いアンプだよね。ウーハーをつけないと、まあ、低音があんま元気がないアンプなのかなと思いつつ、しっかりと低音高音のベースはちゃんとしてるよね。これはね、オールマイティに使えるアンプだね、これね。はい、オープンボックスなんで、あんま長くでちょっとあれなんでね、今回はこの辺にしてみたいと思います。じゃあ、お値段行きましょう。はい、そのわけでいかがだったでしょうか。ね、NS14 です。ね、そのわけで、値段の方行きます。せーの、ドキューン、ズームイン。ね、はい、お値段の方は、13,990
999円となっています。でポイントが 2% バックなので280ポイントバックとなっております。ダブルポイント対象なんだねこれね。であとリーキナーおじいの視聴者様はノブサンドさんのアンプはもう新品ね、購入した後に劇団ひとりが見たよって言ってくれれば500円のキャッシュバック対応になりますね。まあ本来は全品300円還元で、でおじいが紹介したものはプラス200円で500円だよってなんだけど、まあ何でも今500円キャッシュバックしてくれるからね、全然大丈夫。おじいさんが見たって言えばね500円キャッシュバックですね。そこはちょっとプラスアルファでありがたいところだね。でね、楽楽工房さん、Amazon もキャッシュバック対応、そして Yahoo も、Yahoo ショッピングも対象、キャッシュバック対象、そして、楽天のショップ、こちらもおじさんが見たよって言えばね、ちゃんとキャッシュバック対象になります。どこで購入しても、おじいのね、このリンクにある公式から購入すれば、500円のキャッシュバックを受けることができます。これはもう覚えておいて損はないからね。はい、そんなわけで今回はノブサンドさんの MS14G を紹介させていただきました。またリクエストがあればね、いろんなものと組み合わせてみたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバイ。